ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。はい、今回はリクエストも多かったブラシの洗い方について動画にしていきたいと思います。まあ、最近は便利グッズだったりとかもあるので、まあ、そちらも合わせて紹介できればと思います。ぜひ最後まで見てってください。それでは動画スタート。はい、まず用意していくのはこちらです。白のタオルだと結構汚れが目立ってしまうので、派手めなタオルだったり汚れてもいいタオルがおすすめです。ブラシクリーナースタンドはセリアで購入した100均のものなんですけど、こんな感じでポコポコとしたデコボコのプレートが入ってあって、汚れも綺麗に落とせるし、すごく便利です。で、こちらも同じくセリアで購入したメイクブラシスタンドです。これは乾かすときに便利かなと思います。それでは早速洗っていきたいと思います。まず容器の半分までぬるま湯を入れます。そしてここでシャンプーを1滴入れていきます。よく中性洗剤を使ってくださいっていうところもあるんですけど、シャンプーの方が弱酸性でブラシにも優しいし、洗浄力もあるのでシャンプーでも OK です。そしてこのポコポコしたプレートを入れます。私は汚れの一番多いチークブラシとアイシャドウブラシを先に洗っていきます。軽くプレートに押し当てながら汚れを落としていきます。これちょっと映像で見るとゴシゴシしてるんじゃないかって思いがちなんですけど、めちゃめちゃ軽く押し当ててます。金属部分までは水が浸からないように注意していくのがポイントです。軽く指で絞ったらタオルの上に置いていきます。続いてはアイシャドウブラシです。こちらも同じように軽く押し当てながら汚れを落としていきます。汚れが結構しっかり出たので、新しいシャンプーとぬるま湯に変えます。作業は同じ作業です。これを繰り返します。汚れがこんなに出ました。そして次はプレートを外してぬるま湯のみですすいでいきます。チークブラシはまだ汚れがありそうですね。
少しだけピンクっぽくなります。なので2度目のすすぎをするためこっちに置いときます。アイシャドウブラシは大丈夫そうですね。チークブラシ以外は汚れがしっかり落ちてそうです。チークブラシはまだ汚れが完全に落ちきってないので、残りの汚れが落ちるまで綺麗にすすいでいきます。そしてタオルで水気をオフしていきます。これはトントントンと軽く押さえる程度で大丈夫です。まあ、タオルとかでも大丈夫なんですが、こういうブラシスタンドがあると場所も取らず綺麗に干せるので便利だと思います。チークブラシなどは毛羽立ちとか広がりが気になる場合があるので、そういった場合は優しくティッシュに包んで干してあげます。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでいつも洗っております。で、シャンプーの後、リンスとか、まあ、コンディショナーとかトリートメント、その辺しなくていいんですかっていう質問があるかと思うんですが、私の経験上なんですけど、あのリンスとかそのコンディショナー系トリートメントなどを使うと結構ね、あのサラサラにはなるんですけど、粉が乗りにくくなったりするんですよ。特に、まあ、チークブラシとかアイシャドウブラシとかよく使うブラシに関しては、なんか粉をね若干弾くような印象があるので、私はね本当にめちゃめちゃ毛羽だったりとか、どうしてもごわつきがある時以外トリートメント系はブラシに使わないようにしてます。まあ、これはあくまでも私の経験上なので判断はお任せするんですけど、基本私はシャンプーのみを使用することが多いです。でブラシの詳細についてはまた動画にできればなと思います。美容系の問屋さんで買ったりとか、美容学生の時に使ってたブラシが多いので参考になるかはちょっと微妙なとこなんですけど、まあ、似たような商品があればそれも合わせて紹介できればと思います。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。